ボスが、なんでわざわざこんなところへ。私は斎王会総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは舛添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，生长着不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん。私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある？まず、私の持つこの店を、あんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ。我々は今、東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。